お取り寄せで狙うのは訳あり商品です。竹田リナのこだわりな時間。こんにちは、竹田リナです。竹田リナのこだわりな時間、今日は岩手県にお住まいのラジオネームほぐみんさん、55歳男性からメッセージをいただいてます。和歌子さんはリアルでお取り寄せをされていますか？私はふるさと納税が楽しみで、今年も日本各地の美味しいものを食べ尽くそうと思っています。遠出ができないこのご時世、各地の美味しいものが玄関まで届くというのは本当にありがたいです。和歌子さんのリアルなおすすめのお取り寄せなどがあれば教えてくださいということです。メッセージありがとうございます。私もお取り寄せ結構しますね。各地の美味しいものを調べるのがすごく好きなので、そういったものを見てお取り寄せするんですけど、おすすめはですね、私観光大使をいくつかやらせていただいてるんですけど、愛媛県の宇和島のアンバサダーをやらせていただいていて、まあ、やらせていただいてるから別にこのおすすめするわけでも全くなく、もう純粋にただただ好きでよくお取り寄せするのはタイです。新鮮なタイをいただけるんですけど、まあ、もちろんそのうまくさばいたりできないんで、実際にこうちゃんとさばいてあるものを提供してもらえるのもありますし、あとはですね、宇和島で有名なタイ飯をいただけるんですよ。ちゃんと作り方も、簡単な作り方が書いてあるので、ぜひ試していただきたいなと思います。本当に美味しいです。あと冒頭でも言ったんですけれど、訳あり商品を見るのにもハマっていて、お取り寄せしてます。っていうのも、お肉のその切り落としだったり、そういったものを安く購入できて、でまた美味しいんですよ。確かに形はちょっとこうばらつきはあるんですけど、味に関してはもう本当に問題ないくらい美味しいので、それもおすすめです。ほぐみんさんのおすすめもぜひまたメッセージで教えてください。メッセージありがとうございました。さて、竹田リナのこだわりな時間では毎回さまざまなゲストをお迎えして、そのゲストが持つこだわりを掘り下げていきます。今回のゲストは元 AKB48 の大谷静香さんです。昨年末 AKB48 を卒業されたばかりという大谷さんの今の心境、そしてこれからの活動などいろいろ伺ってみたいと思います。皆さんどうぞ最後までお楽しみに。さあ、ここからはゲストトークです。大谷静香さんのご登場です。竹田リナのこだわりな時間。ラジオ関西とラジオ日経からお届けしている竹田リナのこだわりな時間、早速今日のゲストをお迎えします。この方です。こんにちはかこんばんはか分かんない時間ですね。どっちですかこれ。クってなっちゃいました。どうも、もう一回いきますね。はい、どうも、大谷静香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりですよね。実は1年、2年、2年ぶりくらいですね。3年ぶりくらいですね。コロナ禍になってからは会ってないですよね。会ってないですね、はい、実は知り合いで、地味になんか友達って言っていいかわからないけど、知人みたいな、顔見知りみたいな、そうくらいで、なんか一応 LINE は知ってるけどみたいな感じで。そうなんですよ。だからたくさんの人と共通の知り合いがいるみたいな感じで、うん、そうそうそう、直接一対一で喋るの今日初めてで、地味に緊張してますよ。こちらこそです。なんかタメ語でいいのか敬語なのかって思ってて。同い年ですよね。そうなんです。91年生まれ。91年生まれ。じゃあもうタメ語で、タメ語で敬語ちょっとやめましょう。はい、一旦。よし。あ、しーちゃんって呼んでください。はい。私勝手に裏でりなちゃんって呼んでるんで。でも私も結構しーちゃんって呼んでました。じゃあしーちゃんりなちゃんで。よろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、皆さんご存知の通り、昨年12月29日で AKB48 としての活動が終了し、今年からはソロとして活動しているんですけど、うん、そうですね、どうですか？いやでもなんかあんまり変わったなっていう感じがしないですね。変わらない。うん、なんかもともと結構音楽番組とかに出るタイプじゃなくて、一人で出てたことが多かったので、なんか
そんなに変わらないですけど、うんうん、まあ、ツイッターとかでメンバーが今日お話し会ありがとうございましたとか書いてるのを見ると、うん、あ、こうファンの方との交流の場が減ったなとはちょっと思いますね。そっか、うん、そのくらい。だからこのラジオとかすごい嬉しいと思います。なんかラジオなんかすごい好きでいてくれた私のファンの人、うんうんうん、なんですごいありがたい。はい、でもあんま変わんないです、やっぱり。そうなんです、でも卒業する前は、うん、やっぱりどういう気持ちでした？って長くいたじゃないですか。あ、なんかそれもすごい聞かれるんですけど、うんうん、結構卒業決めてから卒業までが早くて、おう、みんなは多分3ヶ月くらいいるんですけど、うん、私1ヶ月くらいでも卒業しちゃった。早い早い。そう、なんか思い立ったらもうやりたくなっちゃうんですよ、うんうん、すぐ。なんか多分じっくりじっくり考えるパターンの人もいるんですけど、私、うんうん、あ、卒業しようって思ってすぐ連絡してえ、どのタイミングで、あ、卒業しようって思ったんですか？なんか30歳だなと思って、なんかダイエットチャンネルを始めたんです、うんうんうん、私あの YouTube で、うん、でなんかこの目標達成したら何なんだと思って、一応50キロっていうのを目標に始めたんですけど、うん、なんかこれ目標達成したら何なんだと思い始めて、うん、あ、じゃあ目標達成と同時に卒業発表しようみたいな思いつきで、本当に思いつきです。結構ファンの方には申し訳ないんですけど、でも本当に、そしたら30歳だったんでちょうど、うんうん、あ、じゃあちょうどいい、全部がちょうどいいやって、なんかバンバンバンってハマって、はい、決めました、一瞬で。なんかそのよくアイドルさんが卒業発表する時とか、うん、どういう風にしてるんだろうって自分の中で妄想してた時に、まず事務所の人に相談して卒業したいんですけどっていう感じで、いろんな段階があって卒業が決まるのかなって思ったんですけど、はいはい、今の感じだと本当に思い立って卒業しますっていうストレートな、まあ、卒業したくなって事務所の人に相談して GO が出て、うんうん、AKB に入って GO が出て、いつにしますか、ちょっとじゃあ来月でみたいな、ポンポンポン、おお、そうなんで、まあその悲しみに明け暮れるみたいなのがなかったんでよかったです。そっか、なんかない、なんかセンチメンタルになるみたいな時間が少なくて、うんうんうん、考え始めるとすっごい考えちゃうから、うーん、なんか優柔不断になっちゃうんですよ。あ、だからもう勢いで行きたい、勢いで。結構あれですか、考え始めたらもうずっと悩んじゃうタイプですか？考え始めたらもう止まんない、なんかどっちにしようと思った時点でもう終わるから。じゃあめちゃくちゃ極端なんですね。極端、うん、やるかやらないかみたいな、うん、そうなんだ。って今30歳じゃないですか。30歳になりました。でめっちゃ敬語使ってますよね。本当だ敬語になっちゃ難しい、急にね、タメ口使えって言われても難しい。そう、同い年なんで。同い年、91年前、30歳になって、うん、で、まあ、約15年、うん、15年、約15年、もう人生の半分を、うん、AKB48 として、うん、ね、過ごしてたっていうのが全く、まあ、私も別世界なんで想像できないんですけど、どんな人生だったんだろう。でもなんか夢みたいでした、なんか夢、そうか、もともと好きだったんで、ね、好きで AKB 好きで、うん、でも芸能界に入りたいとか考えたこともなくて、考えたこともないっていうか、そういう選択肢があるっていうことすら思ったことがなくて、でも好きで、なんか受けようって言われた女の子の他のファンのこと一緒に受けて、気づいたら始まってて、うん、気づいたら終わってたっていう、なんかたまになんかこれ本当に夢なんじゃないかって思うような時がずっとあって、でもなんか一個一個が濃すぎて、うんうん、全部その15年前の出来事も、うん、3年前の出来事もなんか振り返ったらつい最近みたいな気がするので、すごい考えたらギュッて濃縮されてたから、そう、本当あっという間でした。月並みですけど。ちなみにメンバーの皆さんとは未だにこう連絡取ったり遊んだりとか、なんか卒業したらいろん な、うんうん、なんか視野が広がるのかなとか、うんうん、友達の輪が広がるかなとか思ってたんですけど、結局メンバーとばっか遊んでますね。そうなんだ。じゃあ同じ業界の友達とかは、うんうんうん、でもすごいいっぱいいるイメージはある。いや、でもそんなことないかな。なんかやっぱすごい、なんだろう、フレンドリーだから、すごいお友達たくさんいるのかなって。いや、なんかそれこそ浅く広いかも、うん、なんか顔知ってるみたいな、うんうんうん、なんかお会いしたことありますよねみたいな、このパターンいっぱいいるだけで、なんかすごい遊びますよねみたいな人は限られてきてるかもしれない、うん、で結局メンバーが多いなっ
ていうのを最近すごい思った卒業して。あえちなみになんか相談とかはしなかったんですか卒業する時。あ誰にもしてない。卒業に関しては誰にもしてない。卒業はえじゃあもうしようと思うんだけどじゃなくてもう卒業するんだっていう感じで報告。友達には卒業発表決まったみたいな感じメンバーとか親にも卒業するねみたいな感じですごい結構相談とかあんましないかも。そうなんですね、うん、って感じ。ちなみに自己紹介とかするときに AKB48 の親静香ですって今まで言ってたのがなくなったわけじゃないですか、うんうんうん、そこは別にそんなに違和感ない。いやだから入りが分かんないですよその AKB48 のが当たり前なのでなんかそう今自己紹介お願いしますこの方ですって言われても大谷静香ですって急に言うもんなのかなとか皆さんどうしてるんだろうそのバックシチョンがないのに確かにどうもみたいな感じなんですかね。だからどうもって言うのも変じゃないですかそう今日さっきもあの今日のゲストはこの方ですって言った時ちょっと一瞬止まったから大谷静香ですなんかバックシチョンないのが不思議すぎてえどう言ってるんですか。ゲストはこの方です。こんにちは竹内ですね。なんかそうですね時間の挨拶んなんか肩書き言うのって自分の中でちょっと、うん、恥ずかしいというかなんか役者の女優の何々ですなんかちょっと自分で言うのって恥ずかしいからいつも名前だけなんですけどでも AKB48 っていうもう肩書きってもう絶対的じゃないですか。だからすごいなんかミドルネームくらいの感じで、うん、なんか15歳から大谷静香ですじゃなくてうん、うん、AKB48 の大谷静香ですっていうのがもうセットだったからなんか名前半分取られた感じちょっと解明したみたいな。そうなんだ。竹田里奈のこだわりな時間。あ誕生日当日に卒業、うん、そうですそうです。30歳の誕生日にすごい卒業公演したんですけど、でさっき YouTube でそのダイエット企画やってたっていうの私も見てたんですけど、うんうんうん、ありがとう。いやいや、あれはその卒業決まる前にもうやってたってことですね。前に普通にダイエットしようと思って。それはなぜですか。えなんかそのコロナ禍で太りすぎちゃってでもダイエット何度も試みたけどこうダメだ痩せれないと思って人に発表しようと思って、うん、その痩せますよっていうのをなんか強制的に追い込もうと思ってその YouTube がやりたかったとかそういうわけではないんですけど、うん、おーそうなんだ、はい、その人に見せる手段として YouTube を選んで、まあなんとか。でもなんかあの YouTube 見てて多分すごくこう、うん、なんだろう親近感が湧いた人もなんかもともと親近感もちろんあるタイプじゃないですか。すごいやっぱこう人が素敵だから。でもなんかあの YouTube 見た時に最初にあの着替えてきますって言って着替えて大爆笑しながら出てきたんですよそうなんか別に太ってても自分的にはなんか別にいいんですけど、うんうんうん、楽しいし毎日っていう感じだったんですけどやっぱ衣装さんとか迷惑かけてるからっていうので痩せようと思ったから別になんか太ってるっていうことに卑屈だったわけじゃないんですけど、うんうん、そうだからなんかだから多分公開できたんですけど恥ずかしいとかなくてむしろなんか確かにあれすごい自分のダイエットを宣言した後に見てる人たちが自分がこの体重で太ってるって思わないでくださいねっていうような言葉を言ってて、それがすごく素敵だなと思って。そうですよね、うん、同じ多分身長体重の人もいるから、うんうん、確かに別に太ってるのがダメっていうわけじゃないからと思いますね、うん、全然関係ないですけどりなちゃんってどんな人なんですかなんか私ばっかり質問してもらって答えてるけど、いやいやいや、そんなゲストなんで、なんかどんな人だと思ってた。これ私はめっちゃモテるっていうイメージ。嘘だ急にな, んか、うん、なんかそれこそバーベキュー河川敷でやった時に、やったーバーベキュー、ずっと子供と遊んでてそこにいた子供、はいはいはい、それを見てて私が、うん、なんか誰だったかな、それこそそこにいた誰かに、うん、なんかりなちゃんってめっちゃモテそうだよなみたいな言ったら、誰に言ったか忘れたんですけど、そうめっちゃモテそうだよなって言ったら、うん、いやマジモテるよあの子はって言われたのだっけ。めっちゃ印象的で、まだまだ衝撃的すぎる。嘘でしょ、めっちゃモテる子なんやってずっと思ってた。私はモテないキャラだったんだけど、そうなんですか、どちらかというと。嬉しい、それですごい
ちゃもう見るたびにめっちゃ出るんやろな、ね、全く分からない全くそうなんです全然出ないし、あの子供たちがいたじゃないですか、うんうんうん、はいはいはい、私空手をちょっとちっちゃい頃からやってるから、うん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 、その子供たちに空手を教えたりとかしてて、はいはい、空手河川敷で教えてたのおもろだからなんかそういう多分やんちゃな子がいっぱいいたから、木とか登ってたもん、木とか登ってためっちゃ覚えてる、木登ってるあの人とそうそうそう、こっちはなんかお酒とか飲んでるのにでなんか木登ってると思ってあの結構仲いいメンバーが揃ってるんだけど、うんうん、でも正直こうやっぱ仲いい人と仲良くない人、うんうんうん、仲良くないっていうか、そうそうそう、仲良くないっていうか関わそう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 、学校のクラスみたいな、うんうんうん、グループみたいなのがちょいちょいできてて、そうそうそう、大人数すぎてで割と人見知りするんで、はいはい、確かに、でその時やっぱちょっと人見知りが入ってて、うんうん、多分子供たちと遊んでるのが楽しくてそうそう、そんなに、いやでも嬉しいです、そんな好印象、好印象なのかな、好印象、めっちゃ好印象、全然今日フリートークあったらどうやったらモテるか聞こうって思ってた、待って本当にじゃああれかは子供と遊んでたら、子供と遊んで木登ったらそうなんだ、全然ですよ、そうっていうイメージでした、全然そんな趣味とかあるんですか、趣味は、あ、そう今日この話したかった、映画が好きで、おー、はいはい、で映画好きって、映画私も好きです、しかも、うん、どういう映画が好きなんでしたっけ、 B 級映画か、うん、バッドエンド映画、もう最高、一緒、珍しいでもさっきあのここでしーちゃん来る前に、うんうん、なんでバッドエンドが好きなのって聞かれたの、うん、スタッフの皆さんに、うんうんうん、なぜ、え、なぜ私ですか、うん、普段あんな苦しい気持ちになることなくないですか、なんか友達と遊んでて楽しいとか感動とかはあるけど、うんうんうん、そのもうあんな胸くそ悪い気持ちになることって生きててあんまりその感情を知ることがないからすごい好きです、うんうん、なんか特別な感情になる、嫌な気持ちになる、普通に生きてたらなんか人間関係ではないよう な, なんか確かに嫌な気持ちになる、あの感じがいいですね、へ、感情の種類が増えるすごい感受性豊か、なんですかね、確か分かんない、でもそれ聞かれた時に確かになんでだろうってちょっと考えてて5分ぐらい、うん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 、で今 の, そのこういう人生でこういう感情ないって言ったけど、うんうん、確かにそれもあって、なんかあこんなになんかもう息苦しい、うんうんうん、その映画の中の世界ほどは私は苦しんでないなと思ってちょっと楽になれるところもあるかもしれない、これよりは楽しいわそうそうそう、面白い、バッドエンド好き、珍しい、バッドエンド女性は結構ハッピーエンドとか、まあ、恋愛とか、うん、そうだね、バッドエンドだとしても恋愛のなんか悲しい泣けますよみたいな、うん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 、のが好きなイメージなんですけど、何が好き、映画何が好きですか、一押し映画、一押し映画ちょっと待って今パトでなんか逆に、なんだろう、考えとく、バッドエンドの一押しは本当によくあるけど、それこそミストとかが好きなんですけど、よく本当ありがちなうんうん、うん、最後に当てなる、うん、ので普通に映画として何回も見て好きなのは、うん、インターステラーっていう、あ、はいはいはい、あの宇宙の長いんですけど、うん、3時間くらいある、うん、長い映画なんですけど、私長い基本 B 級映画が好きなんで1時間半くらいで終わる映画が好きなんですけど、うん、唯一インターステラーはあんな長いのに何回も見た映画ですね、好き、そう、ちなみに B 級映画って言ったら結構そのなんか血がバーって出たりとか、そういうのも OK、うん、大丈夫、おー、うん、大丈夫なんかグロも見れるのと見れないのがあって、うんうんうん、B 級のグロは見れるんですけど、なんかいやもうめっちゃ人形切ってるなみたいなのは見れるんですけど、あからさまなやつは、そう、この蝶私でも作れそうみたいな、なんか内臓出てくるやつとかこれ私でも作れそうだなみたいなの見れるんですけど、結構ちゃんとした映画の、あ、皮膚切るシーンとかをちょっと、はいはい、リアルな方はリアル苦手かも、あ、でもそれはわかる、でも見れるうちは見れる、あとなんか韓国の映画、うんうん、結構その後味悪い系の映画はすごく好き、でもなんかこういう話をあんまり女性とできないから、確かにやっぱり恋愛ものだったりなんかハッピー系、うん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 、ドラマ的な、プラダを着た悪魔、あ、そう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 、わかる、おしゃれな映画とかだったりするから、こういうなんか地獄とか言ってそう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 なの、一人で見る派ですか、一人です、基本的には、うわ、部屋真っ暗にして、真っ暗にして、お酒飲みながら見るみたいなのが好き、
どのぐらいのペースで見ます映画は。最近見てなかったんですけど、うん、本当に自粛期間中は1日5本とか見てて、すごい、なんか数ヶ月で100本くらい見てましたね。でも結構精神的に来ません？1日、私も1日3本5本とか結構見てたんだけど、うん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 、なんかどっと疲れる。まあそれもまたいいんだけど、うん、なんかや動いてないのに何かやった感が出ません？1日。お送りしたのは今日のゲスト大谷静香さんの選曲で、大橋ちっぽけさんで常緑でした。武田里奈のこだわりな時間。武田里奈のこだわりな時間、今日も最後までありがとうございました。実はしーちゃんとは顔見知りの中ではあったんですけどいつも会うと、あ久しぶりくらいの会話しかしたことなかったので、5年くらい知り合いではありつつ、今日はじっくりお話できて、なんかいろんなしーちゃんを見れてちょっと嬉しかったです。来週はもっともっと大谷静香さんの私生活についても探っていきたいなと思います。皆さんもどうぞお楽しみに。この番組ではあなたからの感想やメッセージ、私への質問などもお待ちしています。宛先はこだわりアットマーク jocr.jp まで送ってください。ここで私からのお知らせです。現在若子酒シーズン6が BS テレ東で絶賛放送中です。本シリーズも間もなく終了となりますが、最後までほっこり美味しいものがたくさん出てきますので、皆さんどうぞ楽しんでください。そしてオムニバス映画セクシャルドライブが4月29日より東京新宿武蔵野館他にて全国順次公開となります。その他の近況などはぜひ武田里奈のツイッターやインスタグラムなどをチェックしてみてください。それでは皆さん、また来週もぜひ聞いてください。武田里奈でした。